大変長らくお待たせいたしました。本日の鳥でございます。ご紹介いたしましょう。最近お子さんのはい、3人目終わりました。おめでとうございます。イエーイ。知らん人聞いたよね。何の話。改めてご紹介したいなと思います。金子千春さんです。はい、よろしくお願いします。はい、もう早速なんですが、軽くちょっと自己紹介して曲に入りたいと思います。姫路で中心に、ギターソロギター活動、多分もう弾き語りずっとこれ1時から聴いてきた方、最後までいられた方お疲れ様でした。いられたと思うんですけど、弾き語り飽きたでしょ。もうちょっと違う演奏聴きたいなって思ってると思うことにしています。はい、ソロギターというものを自分はやっていますので、ソロギターの演奏をお届けしたいと思います。ではスカボローフェア。ありがとうございます。初めなので短く短い曲を選ばせていただきました。でですね、先ほど聴いていただきましたこういうギターの弾き方がソロギターっていうものがですね、ここ何年前かからですね、すごく若い人また広い世代で広まってきまして、多分昔の40代50代の方だったらギターはこうするものだ。こうするものっていうイメージがだと思うんですが、今指弾きでメロディーと伴奏と両方弾くようなスタイルがすごく流行っています。で、こういう弾き方を広める活動をしているんですが、そうですね、何か参考になるものだと、なんか偶然こんなとこに楽譜が落ちていますのでこの説明をちょっと、はい、自分が先生として慕っている南沢大輔さんという方がいます。押尾幸太郎さん知ってる方いますか？多いですね。南沢大輔さん知ってる方ちょっといますね。南沢大輔さん、押尾幸太郎さんの楽譜なんかを、ちょっと直されたりとか、そういう方をしている、こういうお茶目な方ですなんかイラストこんなのが出るんですけど、これ、初めてのソロギター入門。これソロギター、これ見たらライブも弾けるようになります。他弾き語りでも使えるような知識もこの中に入ってますので、これも店頭両方置いておりますので、こういうことを、はい、よろしくお願いします。価格がですね、2000円とお手頃なので、1000円札2枚出していただければ、楽譜購入できますので、ソロギターよろしくお願いします。南沢さんですけど、すいません、見てたらソロギターを落としちゃいました。はい、というちょっと変な宣伝も兼ねて、2曲目入りたいと思います。ジブリの曲2曲いきたいと思います。皆さんご存知だと思います。ジブリ、コクリコ坂ご存知ですか？知ってますよね。ちょっと前流行りましたよね。うん、この曲、さよならの夏、コクリコ坂という曲をお送りしたいと思います。話がね、多いですねっていきなり言ってますけど、そうですね、何か話題があればいいんですけどね。で、自分がソロギターを始めたきっかけなんかをちょっとお話ししたいと思います。自分も最初はこういうふうに弾き語りしてたんですね。こう弾きながら歌ってて、で、弾きながら歌ってる間に、皆さんの演奏もやってて、多分分かっている方もいると思うんですけど、弾いた後の感想、歌えないんですよね。で、ギターこう鳴らすだけじゃないですか。自分それにすっごく飽きてしまいまして、で、その時に出会ったのがソロギター。ソロギターは今ずっと見てもらってたと思うんですけど、指がこう動き回るんですよ、で、あんまり暇がないかつ、まあ、声を出すと、音痴だったら下がったり上がったりしますけど、ギターの場合だったらチューニングさえきちっとしてよりは、音程も、音程は自分で使えないといけないんですけど、音なんかは絶対にこう狂いがないんで、綺麗に鳴らす、で、あの人ギターうまいなってすごく思ってもらいますこれは冗談ですはい、こんなのもソロギター一つメリットがありますので、ぜひ歌が苦手という人は、ギター諦めずにソロギターにも挑戦していただきたいと思います。はい、ということで、次の曲3曲目、またジブリの曲で「魔女の宅急便」から「優しさに包まれ」という曲を演奏します。曲がね、皆さんご存知かな、ご存知じゃないかなと、毎回ライブで聴くんですが、アメリカのロックバンドの曲で、ツェッペリンっていうグループ知ってる方いますか？知ってますの、天国への方。知ってた。知ってる方ってやっぱりいないですよね。あ、2人いた。天国への階段ってすっごい有名な曲らしいんですけど、自分も知らなかった。まあ、ちょっとこの曲を練習しだして、いや、南沢先生が弾いてて、それを聴いて、これ楽譜がないんですよ。大人の事情でちょっと出ていなくて、見て、耳で聴いて覚えたんですけど、まあ、その天国への階段っていう曲を知ってる方は、まあ、ギター一本でできるんかって思うぐらいの難しい曲です。をギター一本でやるよ。ちょっと肩を鳴らしたんで、ね、ストロークが出てくるんでね。では、天国。ロックバンドとしての曲が載っていたりもしますので、ぜひご覧になってみてください。ということで次の曲はちょっと変わったカポを使います。パーシャルカポっていうカポで、これ1弦空いてるんですねちょうど2弦までしか抑えれないカポを使いまして、最初にこの方アレンジ曲は500曲ぐらい作られてるんですね。500曲ぐらいずっと編曲されて、世の中に出してるんですけど、この方がオリジナル曲を、数曲作ってらっしゃるんで、この曲の中から1曲「故郷への長い道」という曲をお送りしたいと思います。曲のイメージはもうそのままだと思います。故郷に帰る長い道みたいな感じだと思うんでそのまんまでいいと思います。はい、自分はそういう風に聞いてるんですけど、故郷に帰る長い道の道中何があるかは知りませんけど、そんなのもちょっと想像しながら綺麗な曲なんで、聴いていただきたいなと思います。では故郷への長い道。ますので、ぜひご本人さんの映像を自分も YouTube に同じ曲流してるんですけど、カタカナで金子千春って調べてもらったら、多分ね、Twitter が違うのかな、YouTube は出ます。はい。いろいろまあ流してるんですけど、ぜひ自分はどうでもいいので、ご本人さんの方を聞いてください。で、もう一つ、最後の曲弾く前に告知があります。外の島村楽器さんにも貼っていただいているんですが、6月1日、スローギターの日っていうのが全国で開催されます。もうカレンダーに載るぐらいの大きなイベントになっています。プロの方も動かれるんですが、プロの方に乗っかって自分たちアマチュアスローギターとして姫路駅の前、ピオレの前などちょっと水が流れてると分かります。そこで、6月1日日曜日1時から、もう企画決まりました。はい、出演者も載せていますので、ぜひ外の掲示板見られて、はい、気になれば来てください。はい、雨天はすいませんが中止となりますので、それだけちょっと覚えておいてください。ということで、告知も済み、変な話も終わり、もうやることなくなったんで、最後は自分のオリジナル曲を、最近作ったのは半年前ぐらいなんですけど、自分で作ったにもかかわらず弾けなかったというもう最悪な事態に陥りました。やっとこそ弾けて、前の4月の5日に加古川で外で弾くイベント、スプリングフェスタっていうちょっと大きなイベントがありまして、そこで初めて弾いた曲なんですけど、それをちょっとここでも弾きたいなと。一昨日にYouTube にも動画アップしていますので、ちょっとこういう擦れる音がちょっとうるさいですけど、エフェクターつないでないので、それでもよければ聴いてください。はい、ではラストに、夕暮れという曲で、夕暮れをイメージしながら、もう本当にこのライブの終わりみたいに持ってきたんですけどね、はい、夕暮れという曲で終わらせていただきたいと思います。では、1時からスタートしまして、もう6時になろうとしています。長かったですね。6時間、観客の方は6時間、出演者の方は、8時間ぐらいなんですかね。本当にお疲れ様でした。ではラストの曲、夕暮れで終わ